の超人エリック・エルナンデス。彼が 100m スピードリフティングで樹立した世界記録を破るため J の強者たちが挑戦。しかしエリックの壁は厚かった。そんな中、先週セレッソ大阪森島選手が見せてくれた20秒の壁を破り J リーグ新記録を達成した。ちなみに現在までのベスト5はご覧の通り。18秒07の世界記録を破る日は近い。そして今回打倒エリックを目指すチームはジェフ市原。今回は僕の後輩たちのところにやってまいりました。先週セレッソ大阪の森島選手が19秒92を出しております。ぜひ俺の顔を立ててその記録を抜いてくれと頼むぞ。なんとジェフはこの企画に向けてチーム内で予選を開催するほどやる気満々。しかしテクニックは今一つ。大丈夫か。そんな中から選ばれし精鋭はご覧の5名。さあ燃えろジェフ。速そう。まずはエリックの走りをチェック。速そう。ほら、もう見てほら、このリズムなんだよね。これでずっと行ってんでしょ。そうそう、最後 100m じゃん。このリズム、ほら、ほんと裸足だもん。裸足じゃねえ。裸足じゃねえ。手臭いで、手臭いで。これ 100m? ほら、うわ、うまい。はいや。でもこれ記録破ったら何かあんの。ありますよね、豪華商品ね。じゃあ監督出すよ、今日。秘密兵器。怪しがお金が欲しい。あー、プロだからね。だって彼は高校サッカー得点王だ、今。人気絶頂だから、女子もね、女子高生とかみんな怪しくなるの。最近ね、タケちゃんが悲願でんですよ。ルールは、100m をリフティングで駆け抜け、そのタイムを競う。18秒07を切れば、その場で世界記録樹立。トップバッターは今シーズンからウィングバックに転向、広山のぞみ。知的ドリブラーだからね、広山選手は。知的ドリブラー広山、あいつ苦悶式のリフティングでもあるな。先輩完全にフォールで回っちゃったな、俺な。野々村選手やってほしかったな。僕あれですよ、怪我だから。あ、ちょっとまだ怪我痛いですか。練習一生懸命やれないのにこれ一生懸命やっちゃったら監督に怒られちゃう。さあ、広山選手スタート。いや、これね、じゃあ後半スピード上げればいいんですよ。最初抑えてな。最初抑えて。うまい。まだまだ。苦悶式で計算されたリフティングで記録を狙う。スピード上げて。速いよ。上げて。そっから行け。来て。あ、ダメだ。あとちょっとです。あ、20秒。オッケー。ただいまの記録。20秒93、広山選手。早い。最初でプレッシャーかかるときにね、対しては良かったと思うんですよ。もうあとは記録なしで結構なんで。何そんな先輩、そういう言い方。広山君、OK です。なんかみんなにヒントを与えてください。ヒント。体力温存していかないと。本番で。きつい、きつい。残り、きつい。20m、息上がりますから。今、期待の選手だったんですけども。やっぱり。あ、じゃああともうダメ。続いての登場は、渡り鳥 J リーガー、中田一蔵。でもね、僕の予想はね、中田君ね、30m落とす。30m 落とす。言えない、それは。中田選手って結婚してるんでしたっけ。してないです。独身です。独身ですか。独身ですよね。いや、違います。独身です。外交者一人です。誰、竹さん。監督、この年で独身ですよ。何言ってんですか。竹さん、独身ですよ。そういうプライベートのことに関しては突っ込まないでください。そういうプライベートに関しては突っ込まないでください。中田選手、さすがディフェンダーらしく堅実なスタート。ああいうリズムだよね、でもね。はい、これね、集中してるね。いう感じだよ。徐々にストライドも広がり、スピードアップを図る。あ、でもね、12秒だね。スピード上げて、スピード上げて。最後、スピード。スピード上げて。行く。上げて。OK。おいしょ。おいしょ。22秒とかかかってない？遅いです、めちゃくちゃ。ひそかにヒロに勝ちたかったですけどね。でも監督にやってもらいたいな、僕は。本当に俺はタケちゃんにやってもらいたい。僕監督やりましょうよ。そう、恥ずかしがっちゃってもタケちゃん。俺はリフティングができて上手かったらやるよ。絶対やるよ。下手だからやんない。続いては山椒は小粒でもピリリと辛い金テルマサ。100m の自己ベストが11秒台という快速フォワードの金選手。しかし、リフティングはスピードよりも安定志向か。10秒 30m で10秒。安定してるもんね、安定してるよね。出る。監督に言われてるもん、うちのチームの選手は全員、全部完走すればいいって。
あ、カメラがなくなった。惜しくも 60m 地点で失敗、金選手記録なし。カットカット、守り入りました。最後飛ばそうと思ってそこまでちょっと。まあ林くんに期待しましょう。じゃあスプリンター。あら、まだいた。おい、行ってこい。頑張ってください。もう頑張ってます。大丈夫大丈夫、お前は多分かっこよく終われるようになってんだ。本番に強いんで大丈夫です。3回か4回ぐらいやらせてもらえるよ多分。いよいよ期待のルーキー林武典選手登場。いけ、上げろ上げろ、もっともっと上げてスピード。高校選手権得点王の林選手、しかしリフティングは意外に消極的。それ多分今15秒に合うかもしれないけど、小技やっぱり込めて組むしな。最後まで頑張ってください。いいじゃん、でもうまいよ。最後の息はすごい、やっぱすごい。26秒。はい、26秒36です。26秒36。めちゃめちゃ遅いですね林。もっと早く行けるだろ今の林。これ飛ばしました。最初飛ばれた。どうでした、やってみて。なんだ今の。落とすの怖かったんでちょっとゆっくり。やっぱりそうですかね、最初はね。ここのスターがほら落としちゃったら困るもの。ダメ、ダメ。お前はいつも一番でいなきゃダメだから、もう一回。もう一回。もう一回ですか。先輩命令でルーキー林二度目のチャレンジ。しかし。うわおい。もういや、もうダメです。もうダメです。本番でやってね、小学生とか見てて、5メートルぐらいで落としちゃったら、なんて下手なのって思っちゃうと思うよ。いやいや、それでもサッカー選手になれるっていう自信が湧くもんね。あんなリフティングできない武田があんな点を取れるのか。満を持して真打ち登場、武田信弘選手。30メートル頑張ります。20メートル持つかどうかな。そんだけ煽ってみんなで行かしちゃったもん、ね。案外守りに入ってるしね。じゃ本人本当はやりたかった。いや相当やりたかったよ。ずっと言ってましたね。とねもうやり。中間ノノ言ってくれ言ってくれって言われてた。ずーっと言われて俺と。何ですか。進めてくれ。送り出した身として。まあそれだけ映りたいってことなんだろうけど、多分記録は大したことないですね。今日の野々村選手の仕事はそれだったんですね。そうです。彼は送り出すことで。最後まで引っ張って最後に俺を出してくれって言われてたから。ああやっぱりね。計算高いな。ここまで生きてくるともう引退後のこと考えてるもん。リフティングは苦手と語る武田選手スタート。あっすいません、ただいまの記録リフティング11回。もうだから言ったんだよね。あれギャグじゃないの、考えてんだ、真剣。ギャグじゃないですか。ギャグ、あれギャグでしょ。でも今の早くなった。早かったけど高かった。だけど 50m 来るまでに10回か11回しかリフティングしなかったで。いや早きゃいいんだもんね。早かったです武さん、頑張ってください。もう一回よし。もう一回悔しい悔しい。まだもう頑張ってもらおうかな。何で絶対無理やろ。1回目の失敗でコツをつかんだのか、今度は太ももでチャレンジ。ご覧のようにリフティングの安定度は倍増。しかしスピードが25秒86。いや、ももでやってた人なかったから、ももで行っちゃったら、おなんだうめえじゃんと思うかな。優勝は広山選手、記録20秒93。しかし、森島選手には届かず。どうですか、初めてですけど、この練習の後っていうのもありますか。疲れました。やっぱりパンパンになりますよね。うん、まあ、楽しかったです。すごいよ、2位だもん。どうでした、今日やってみて。楽しかったです。ルーキーです、この顔皆さん覚えておいてください。まあ実力です、これが僕の。本気で悔しいですね。今シーズンの抱負をね、ちょっと伺っていきたいなと思いますけど。はい、全勝。全勝、無理です。はい、次。はい、まあ早く試合に出ることです。あ、ですからね、はい、頑張ってください。明日4時から国立競技場で、カシマアントラーズと開幕戦があるんで、ぜひ見に来てください。頑張ります。明日の試合です。よろしいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ジェフ市原の皆さん、ありがとうございました。明日のアントラーズ戦頑張ってください。いやーねえ。